ロースがドルトムンドに、と畜生発言 WWW。レアルマドリードは6月1日の CL 決勝で、ドルトムンド戦に2-0で勝利して優勝。MF トニクロースは、理想通りの形で引退できるとして、満足感を表している。前半はうまくいかなかった。ダメだったね、笑い。だけど僕たちはいつだって、プレイし続けるんだ。僕たちに勝ちたいんだったら、ゴールを決めないと。これができないならば、結果は逆になり得るんだよ。最後までど畜生なのさすが。前半で阿部由実が外しすぎてたから負けると思ってたわ。ドイツと仲良く血が気合った。後でこのコメントマジで草。レアル相手にあんだけ外しまくってたら負けるのは真理。決めたところで逆転するのがマドリー。この後、ユーロ一緒に戦う同僚がいるクラブへの発言とは思えなくて草。クロースが何言っても言い返せないくらい完璧なキャリアと実力あるのが畜生。一見、優等生に見せかけてこの性格なのがたまらない。レアルはクロースがいなくなるの痛い。カタール W 杯の時のドイツ代表にこの男がいなくて助かった。クルトワがショットアウトしまくってた。ベンチで仲間に抱きつかれた後、髪型崩すなよって言うかのようにすぐ髪いじってたの笑った。焦りまくりながら勝ち逃げする完璧な男。クロースは引退して解説者になってからが本番。